サ活という言葉があるように、近年サウナがブームとなっている。芸能界でもサウナ好きは多く、旧ジャニーズの新事務所ストーとエンターテインメントへのタレントも例外ではなくて、最近話題になったところでは、嵐二宮和也さん、40キャトタン中丸雄一さん、41、平井聖、ジャンプ山田涼介さん、30、タイムラスズの菊池風磨さん、29が運営する YouTube チャンネル、よにのチャンネルの4月10日投稿動画で、菊池さんが語ったサウナにハマった話がありますね。女性誌ライター、菊池は4月11日発売の女性セブン、小学館でも松島聡、26、佐藤勝利、27、タイムラスズマウグボー3人で4月上旬にプライベートでサウナ決起会をしたことが報じられている。その前日、10日配信のよにのチャンネルの動画で菊池は、スノーマン渡辺翔太、31にヤバいサウナを教えられたことがきっかけでサウナにハマった、と話していたのだ。渡辺さんはスノーマンきっての美容男子。サウナも大好きでマジで週7で行っていますとバラエティ番組で豪語するほどです。サウナ好きにとって聖地である静岡県のサウナ敷地にもよく足を運んでいると言いますね。全道、渡辺はリーダーの岩本翔、30、や向井康二、29、などメンバーとサウナに行くといい、サウナ絡みの話は多い。話題のヤバいサウナ、かは不明だが、2022年9月放送のラジオ、スノーマンのそのまんま、文化放送では、室温が一般的な80から90度よりも高い110度のサウナに通っていることを話していた。水温9度の水風呂と合わせて、めちゃ整う。そうだ。芸能プロ関係者は言う。菊池さんや渡辺さんが話しているヤバいサウナは今やストーとシャタレントの溜まり場になりつつある。と聞こえてきています。売れっ子で露出の多い渡辺さんや菊池さんがメディアでサウナの話をすれば、それを聞いた同社タレントがどこのサウナですかと渡辺さんや菊池さんに尋ねる。それでどんどん人が集まっていって、ということかもしれませんね。もともと、ストー当社のタレントはサウナ好きが多いことで知られている。時代の松岡正弘、47は大のサウナ好きとして知られていて、嵐の二宮やスーパー8の横山博、42とサウナで偶然出会った、という話をラジオで話していたほか、2011年には行きつけの都内のサウナで脱水症状を起こして救急搬送されてしまったエピソードもある。また、平井聖、ジャンプの有岡大貴、32はサウナ好きが高じて2021年にサウナスパプロフェッショナルの免許を取得している。KI2 の千賀健 A さん、33が友人の男性タレントと一緒に普通に街中のサウナを利用していたのに遭遇したことがありますよ。千賀さんはとてもテンションが高かったですね。友達とお風呂、サウナに行けるのが楽しい、そんな雰囲気が漂っていましたね。同社のタレントたちがサウナに集結する理由、旧ジャニーズのマネジメント部門は、ジャニー喜多川氏、去年87の加害問題を経て4月10日から本格的にストー当社体制に移行しましたが、まだまだ逆風も強い。タレントたちが同じサウナに夜な夜な集まって、今後を語り合う場面もあるのかもしれませんね。前での芸能プロ関係者、4月10日、ストー当社は公式サイトを開設し、同日に船出となるライブイベント、We Are, Let's Get the Party ストー当を東京ドームで開催。5月29、30日には大阪京セラドーム公演も控えていて、新たな第一歩を踏み出している。しかし、運営の仕方など含めて、旧ジャニーズ事務所時代から中身は変わっていないのではないか、といった批判の声も出ている。3月28日にはイギリスの公共放送 BBC の取材によって、ジャニー氏だけでなく元スタッフ2人によるタレントへの加害があったことも発覚。そんな状態で船出ライブを開催したことで、一連の問題などをうやむやにするつもりではないか、と見る人もいますよね。全道。タレントに非はないですが、まだまだしばらくは逆風の中で活動をしていくことが考えられます。
5月の We Are の大阪公演も控えていますし、ストー等社のタレントたちは、やばいサウナで共に汗を流しながら、結束を強めているのではないでしょうか。どう、大変なこと、嫌な思いも汗と共に流して、明日に向けてリフレッシュ、というところだろうか。渡辺はインスタグラムで、整ったって感じで、鎖骨周りを API るやつ、と綴り、サウナ後に撮ったであろう一枚を投稿。私も今お風呂上がりでインスタ開いたらすごい見せてくれるやん、ホテリ顔も素敵、鎖骨もありがとうなどの声が寄せられている。